酒飲みたい。うわあ！なんだこれ！ちょっと待って、待て、待て。こんにちは、こんにちは、こんにちは。あれ、ど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 うなった、どうなった？ムキムキバチよ。いやおっさん。パパー、パパ来たって、パパ、パパちょっと待って、パパ、パパ待って。うわなんか入る。結構。 難しい。怖いよりも一番怖いものがあって、ね、驚かしてくる怖いより、漢字の読みの方が怖いの。僕の場合、どれだけ難しい漢字が出てくるかっていうので、そうなんだよね。そっちの方が怖いから、ちょっとね、僕はあの、勉強してきました。このゲームに。何がおもろいかって、内容とかじゃないんで、ゲームのプレイがぐだるから、勉強してるとかじゃないよ。読みのね、なんか、結構文字が並べてられてあって、シナリオもちゃんとしてるから、漢字がね、すげえ並べてあって、それも難しいからさ、もうね、文字を振りがなくって、あ ああ、これ、ちょっと、漢字、ここ、なんとかっていうのね、つって、勉強してきたから。音答かかって見るのに、あまりにくだらないように、文字だけは、僕、努力してきたから。ということで、え、速音量、やっていきましょう。ああ、怖いよ、出るよ出るよ、出るよ、出るお化けだ出る出るお化けってなんだ全然出なかったごめん、嘘つきました。あ、固まった。ああ、大丈夫、オッケー。最初からね、ここの文字がね、もう、だるすぎて、読む気なくしてさ、やめたんでよ前回。もう、漢字読めないから飛ばして、とか言って、でも、ここ、重要だったからさ、まあ、読むよ。私は最近お菓子 で発生している悪の力を感じている。そんな時差出人不明の手紙を受け取った。それは霊退治の依頼だった。封筒には2枚の紙が入っていた。1つは場所の地図。もう1つの紙には文字が打たれている。街で起こっている。不可解な出来事を解決してほしい。俺が言ってることがわかるだろう。児童虐待や誘拐事件がこの岡半島だけに集中しているのは妙なことだとは思わなかったか。この地図上の家が原因みたいだ。この家をどうにかしてくれと、なんか家に問題があるんでしょうね。こんな感じの。 は無視するるようにしているまあみんなもね変なチェーンメールだから回ってくるからさそういうのはさやめましょうってことなんですよかわいそうにせっかく手紙書いてたのにねもうこういうのをやらないと前に決めたはずだったしかしそうも言ってられないあの家は知っている7年前にある家族が無理しんをした家だでも。 なぜ今これは危険だこのことを知った以上この町の人々を私の怠慢のせいで苦しめたくない理ふじんなことってことねといてことで、まあ、探検しろってことなんですよさっそくそこの不可解な誘拐事件の家に潜入してみたということでこのわかりやすいね誰でもわかるさらでもわかるよはいじゃあやっていきたいなと思いますここがあれか長靴1個しかなにん あのさ、僕が喋ってるときにさ二重でかぶせてやってこないでくれ聖徳太子じゃねえんだからさなんだよ女の子のナレーション入っちゃったこれ長靴が1個だけなのにスリッパセットすごいな旅館なのかなあーなるほど旅館系の家なのねトイレの鍵が必要うは閉められてるんだそれ入ってるってことだよね内側しかかけられなくねトイレの鍵 えー、やだ物騒な家だねこれまあフランクのスロットガツガツ入っちゃっていいのごめんくださいぐらい言った方がいいんじゃない何もなんかねずかずか入ってこれすごい私、女の子だよねこれ今回も主人公はあ出ましたはいこれ閉じ込められるんよで このね、悪霊ここ右で持つことがでで、きるとで悪霊がと、悪がここの家にねいるからそれを退治しなきゃいけないんですよ。でもこれね難しくてカーソルをねこういう一気にはい溜めながら打つことによってあの、悪霊退散ができるということで今1回目ねで、3回ぐらい繰り返すと「あ石焼き芋欲しい」って言ってね。 もう何言ってるかわかんないんで、お芋がおいおいしそうね。食べたいような症状が <laughs> こうやってこう。頭からやった時に打つとはい。ブルブル震えてる。芋が食いたすぎて。ああ、これはもう何の体操かな？結構筋力使えそうだね。腕が長い手長ざるがね。この子どんだけそのポーズでやるの長いんじゃ、それあ来た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 。ここではい。あ危ないあ。でも一回やった。開除した。ああ、屈伸運動だあ。死んでたこういうことなんですよね。 僕もちょっと学んだわこないださこれにさ10分ぐらいかかってさもう積んでぐだったからやめたんだよね。<laughs> うぜえって言って塩炭塩炭しおガチャ手に入れたよやったやったこうもうここだけ怖いだけだからなあと何も怖いところないけどえー、ホラーゲームなのほんとに毎回言ってるけど僕の声の方が怖いからな。暗いんだよねめちゃめちゃーああもう剥がれてるリフォームしようってうかなんでこういうさホラーゲームとかってさまあホラーだからしょうがないんだけど。 ねえなんでこういうときにあれなんだろうねあの、暗いときに行くんだろう,うわあ出てきちゃったどうもこんにちははいそう暗いときにね朝行けばいいのにね全然怖くないと思うのにさまた夜ねでしゃばりなどどこ、どこいんなあっ来た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 近いなすごい漏れる角度で来たねこの女の子今のなんかインスタ映え狙った女子みたいな漏れ、ね、る角度を上から撮って的なねはい、来た何どこだはい、来たいなお前 痛いいいいんじゃ殴るのは良くなな暴力は一番いけないことだよどんなことがあっても悪口の次にいけないからね暴力はいや暴力の方がダメだわあ来た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 どこはいよさよならおいでもう消えたやろまだあこれで扉が開きましたとはいでその前になんかねここら辺にアイテムがあったんだよ塩炭っていうガチャコチャのアイテムがさあったよねもうここからはもう未知の領域全くは僕分かってないんでああ来たね仏壇ですね低いな ねもうちょっと拝むところ、下からの方がいいんじゃないバチ当たるぞ、これあれトン数何もないドラえもんとか入ってねえないないいつもだったらねう、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 やってきたよのび太くん、僕が半割ぐらいしか出せないドラえもんの恋までだよのび太くん、そういうことするな良くないと思うんだそういうことするの良くないと思うんだ何がしたかったのわまたかよお前、どんだけ来るねきつこいななかなか粘着質だね ちょっと顎が伸びてんだよね。なかなか顎はか、まあ、可いいっちゃ可愛いお化けとかってさ、もうちょっとなんか、クロテスクとかないのかな万歳するのやめようよ。ちょっと怖くないんだよ、それ。こ,この家とかに住んでる家族なんだよね。その一人。まずは妹。妹かなお姉ちゃんなのかな結構大家族なサザエさん的な要素を感じるけど。あれなんか白いエクステとかつけちゃって。まあ、おしゃれ、うん。原宿系だね。ギャル系女子だ、この子。いや、もうないんだけど、カメラのバッテリーが。 死んじゃうよ。まだあんのまた取りたがりだな。こんだけ取ればいいの？なくなった。なくなったわえ。ここにアイテムなかったっけ？あ、押し入れドラえもんドラえもんないいない。ドラえもんいないな。左行きましょう。オッケーはい。おうおおお。なんか喋ってない。そんなことない。ああこっちにも行ける。音え洗い音,音洗いってなんだ。文章3。 に読んでないよーとうとう娘たちが生まれたああ、生まれてまだ間もなくて小さいのにとても綺麗な顔立ちいいですよねもう勝ち組やんけねずるいなさすが双子と言わんばかりのああ、なるほどね双子の子が生まれたとでさっきの傍らか二人ともよく似た顔そして目が彼にそっくり離れている私の両親も彼の両親も喜んでくれて彼も頑張ってくれてありがとうって 本当に本当に頑張ってくれてよかったと思ったとこれ以上喜ばしいことはない二人をまこととはることを名づけたとなるほどじゃあ今のははるちゃんだったのかはー、あ、ちゃんだったねはー、あ、ちゃんいやまー、あ、ちゃんではなかったでしょ絶対ねえ顔的にはーちゃんだったよあなにこれ風呂に手を入れてみるうわすげえ YouTuber みたいなこと言ってんじゃん入れちゃうのすごいうんうん言ってるけど右クリックしたらうんうん言ってるけどどうやって押すのこれバグったかこれあ入れられたわけわかんないけどあ手入れたよなんだおいああ 錆びた鍵を旅を取るまあ、た重曹が必要重曹ね洗剤みたいなのくそのかな錆びた鍵だけとあとガチャポン手に入れたけどじゃあびっくりしたなやめろ右いやトイレとこの幅が狭い足ついちゃ左足掃除機がもう掃除機じゃない掃除できないその掃除機逆に汚くなりそう左行ってみるか 重曹っていうのが必要だからさっきのね重曹はどこにあるんでしょうここの扉あトイレの鍵が必要あれまた戻ってきたさっきのところだよねうんあれこんなカーテンあったっけえどこここ何何何何え気持ち悪い髪髪の毛やだ誰の髪の毛うわなんか音鳴ってるよ大丈夫かなうわお酒がやばい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  だいぶちょっと緊張感が漂ってきたね。酒飲みたい。うわあ。なんだこれ。ちょっと待って、で、で、こんにちは、こんにちは、こんにちは。あれ、ど、ど、どった、ど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 、ったムキムキバッチョ。いや、おっさん、パパ、パパ来たって、パパ、パパ、ちょっと待って、パパ。パパ,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 パ待って、うわ、なんか、これ、入れ、いや、いや、無理、無理。あ、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 あ。パパ、何、ええー、なんだったの?。あの人。あの。 えー、おじさんなかなかの変質者でしょう。あれがはあ、ちゃん産んだお父さんちょっとみそなった。<laughs> やだあのパパ。せめて服着てからバッと持ってきてよ。なによ急に閉められたしパパちょっと会いたい私もう1回何なんだったのあのとあなかえねえ。びっくりしたねそのキーンのモスキートをやめて。 またパパあここでパパ来るわパパまた来たわおパンツ見えてる白いおパンツがすごい見えてるダメーよパパそれはコンプラ的にさよあんま良くないと思う痛いて死んじゃうマジ死ぬ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 パパ振りまうす,ごすごい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 。 もうここまでこれないってわかってるのもうえー、ええー、あっびっくりしたええー、まだいるのまだいるの帰れよ白パンツなんだ今時あんなに母ちゃん今時どきのエクスでつけてたのにお父さんは白パンツなんだ流行りもクソもねえな。 あ文章よ子育てが始まっても彼の残業は続いた子供を見て実感がわいたらしいまあ活力とかがあるからねこう子供のために頑張ろうみたいな今まで以上に頑張ると言い出した二人を一人で育てるのは思ったより大変だった確かになあいかかるからね一人を見ているうちにもう一人は泣いた二人が一緒に寝てくれることなんてなかった遠い同士は来ることができない母にで毎日電話をした彼に手伝ってもらったら と言われることもあったが毎日遅くまで仕事をしている彼に頼むことは私にはできなかったなんかちょっと複雑な家族構成本当かあの白パンツのお父さん働いてるイメージなかったぞ <laughs> 酒ばっかりさなんか台所とかに置いてねしまいにはなんかしない振り回してたけどそんなお父さん働くパパやあれパパだよね絶対ね本当に働いてんのちょっと疑わしいよ僕ねぇあの人がさちょっと やるって、えー、どうなってんのよあ、また違うところ来ちゃったおこっちにも行けるあ、出てきそうだねあ、やっぱやっぱそういうことやなそういうことなんですよまたはーちゃんはーちゃん来たはーちゃん来たねエクスタはーちゃんどこだエクステはーちゃん見えるぞ見えるはーちゃんの前ソウルが聞こえるよあれいないか上に、なんか渡るところがありそうな気がするけどそっち行かなきゃいけないと なるほどうわあ複雑な家族構成という複雑な家だねここねいやあれ、広いな閉まっちゃうなんでよあけいやいやいや,いや何なにこれピタゴラスイッチあ、はい、はい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 またお父さんお父さんの仕業ざブリーフパパ来るかあった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 あブリーフお父さん来そうな予感するねおこう言ってるこう出すめだててててあー閉まっちゃったな閉まっちゃったまたいたずら来るよいたずらあ 来たはあちゃんエクスあーちゃんきたエクソシストなのかエクステなのかわからないどっちでもいいはあちゃんきたねなんそのラジオ体操的なそのふり何回おんなじ操作すんのまたくるよまたあ来くるきた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 あかいった時にアタックするガクガク震ろえてるねセミのようにミミ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 言って何がしたいのそれはあよあよあ食べ食べて食べてないオッケーナイスーでこれで3回目と。 はい、えここ来ただけじゃん絶対アイテムあるでしょあれ何にもせずに終わっちゃったでまたブリーフおじさんのところ行く感じいやとりあえずはさっきの重装っていうのが探さないといけない気がするんだよねねブリーフパパのところまた来たよねここらへんだとあここは何にもなさそうあ違うところ来たここは行ったことあるあるえ閉められるのすごい嫌だ私また戦うのは嫌だよめんどくさいから あ、ここは行ったことないかあ、ここ来たことないんあ、あるよねあるよね、ここね、あ、書きが必要違うところだったごめん、嘘つきましたあ、行けないなあ,あれなんかあるうわうどうしたどうしたそっから出てくるんだはーちゃんそういう系とねもうなんかもうこれもうドッキリ系のパターンのやつだねなかなかエンターテイナーだったな、はーちゃんもきたおっとっとっと、わかったわかった あ、はい、1回目あっちゃんまだあ来たね。ハっちゃんはちゃんベストショートもういいです。大丈夫です。間に合ってます。あ、黒電話だ。お<う>あ、こっちになんかある？あるぞ。来た。ここか場所お<っ>なんだ。はいはめるところ。これが重装だ書いてある。右にここで台所はいっぱいやらないといけないことがある。けれども。お手紙。あ これ2だめっちゃ途中で挟んじゃったやつ「2どこ?」って言ってたところや私が妊娠して間もなくして彼が帰ってくるのが遅くなったまあ忙しくなっちゃったあーその前のお話ね毎日残業するのようになったらしいと子供ができて今まで以上にお金が必要になるからってぼらしいと思ったポジティブだなお母さんお母さんが書いた手紙なんだろうきっとなんて素敵な夫いやお父さんなんだろうって妊娠してしんどくても思うように行動できなくても頑張ったそして心細くても彼に迷惑をかけないように毎朝 笑顔で見送ったもちろん家事も全部こなした妊娠中の体に鞭を打ってわーめっちゃいいお母さんやん頑張りーお母さんやねー働きありだほんとにもうそういうのにもかかわらずやっぱあの白ブリーフやろう許さんぞますますあのお父さんが嫌いになってきたねえ変質じゃんやんけんあれただ単にやめろよあいつ、ね、お母さんに謝れあっ 出た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 あーたあズボンっちゃんと学んでやっぱ俺も白ブリックからさすがにひがされるから履かないといけないなとか言って黒パンツになっちゃったあれはねまたお父さんいいとこね反省したんだろうねちょっとイライラしてたのがもう収まってきたわ反省してくれたら僕もそんなに鬼じゃないからさ、うん、そういうところあるよはいここで来ました重曹ってててここにさ入れてあげて ねえ、重曹が必要だって言ってたよあれ何すんのあ嘘ついた、騙されたかこれ Q で、重曹じゃ入れてあげるのかあー、違う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 僕はそういうことじゃない <laughs> やりたかったのはそのまま置くなじゃあここ錆びたこれで、あーなるほど置いてあげるといや、違うんだね違うんだ、そう、そうじゃないよおっと、おっと、おっと、おっと何かした、今何をしたんだあわからないよそ倉庫の鍵あー、いけたのかもう、これで 重曹も使っちゃった倉庫の鍵じゃあ倉庫に行きましょう。あなんかもう出てきそう。あ来ました。こっちじゃないっすかね確か倉庫鍵が必要って言って閉められちゃったところよ。ここだ。はい来た。ねやったのがえー、っと棚なにこれ椅子あ座椅子椅子手に入れたの屋上の中言ってたやんなきゃいけないのかなって言ってたところよ。そうか。 なるほどね、そこを行かなきゃいけないと。わでもどこだこっち側の左のところでここに椅子をなんか斜めない。きた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 登る。はい。毎回これわかんないよ登り方が。あーアクションでいいでいけるんだ。きたえめっちゃスムーズじゃないおで登ってった先はうわどこ第二2ステージ。<laughs> うわすげえ。えもうお父さん来ないやろ コマボックスみたいなあらまた広いね何回も言うけどえ、なめ味何に使うのこれ生味かさっきからガチャポあるけど全部揃っちゃったいらないだろこれコンプリートするといいことあんのかなここは何もない倉庫の鍵2かそこをなんか簡略的にするんだね <laughs> もうちょっとなんか開かずの扉みたいな名前欲しかったけど1と2で閉めちゃうんだねお前、まあ、いいいいけどさあ うわ、奥にあるのと、ま、手前から見てみよう手前からはいえこことりあえずなんか前かけてるけど何もねえんだよガチャポンがあるだけだよな手紙きましたあ八8もう最後の方になっちゃうそこに関しては <laughs> 待って4僕4だよねこから一気に8まで来ると内容つかめなくなるからちょっとやめた方がいい気がするんだあっ何光った何何か使うのマジ なんか音がするぞ。あ、トイレの鍵？あ、また倉庫ツーだよ。ツー。いや、ツーどこ？え、ここの奥行ってみる？あ、読んでみるか。さっきの八の番号を。こっちにも行けるの？え。 読もうとりあえずわかんないから許せないうわーどういう展開い急にどうした <laughs> えっ、ー、ちょっと僕が怖いよその状況許せないそんな気持ちが私を支配する何も知らない娘は無邪気に笑っているちょっとね白ブリーフお父さんとなんかあったんだろう彼と同じ目で優しいお父さんが大好きだと笑う私はそれすらも許せなくなり彼女らに手をあげるようになった暴力振るっちゃったのお母さんあんなにお母さんだったのに傷だらけの体え私が何か話そうとするたびに 怯える2人それが気に入らなくてより手を挙げる上げてから毎回後悔する毎日でももう自分では止められなかった彼は娘たちに優しいように見えて娘たちにあまり関与しようとしなかったと傷だらけなのを知っているかもよくわからない彼には決して何も言ってこなかったちょっと ないんだよね内容がね567読んでないから展開がわからないんだよお父さんが何かをしたかどうかがわからないからすごい気になるぞ567を呼ばせてくれ僕にそして増えるガチャポン <laughs> 猫コちゃんなんだね全部集めたいもん絵をなんか重んなきゃいけないのかなとガチャポンと言いいさっきのところ行ってみるかここ長かったもんねこっちの先のやつあーちょ終わりそうだなー大丈夫かなーこっち側は はな、い、んもないねあなんもないじゃん。んこっちあタンスきた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 これ回復するところじゃない違うかな あ、また手紙来たえーと、5! はこれを読みたかった僕はあは <laughs> ここの文章 <laughs> 子供が2歳になった私が言うことに対して全て嫌だというあー、2歳のねそういうことあるよね喋ゃる、言語とかも喋ゃるね日本語喋れるようになってからうなま聞いてねいやでもそういうぐらいのところじゃないんじゃないそんな2歳で感情生まれることあんのかなまあ、ギャンギャン泣く時とかもあるからねそのま,まちょっとわかるかもしれないけど1人でも大変なのに2人もいるとたま とにかく余裕がなかった何度言っても言い方を書いてもどれだけ工夫をしても言うことを聞いてくれないはじめはこういうものなんだと自分に言い聞かせて頑張っていたでも誰からも助けてはもらえない私が2人を育てなければと思うものの ちょっとしたことでも言うことを聞かない2人私はとうとう手を挙げてしまった挙げてしまってからはっと割に返るなんてことをしてしまったのだと思った2人は必死に泣くのをこらえていた謝らなければそう思った時2人は私が言っていたことをやりだしたあんなに言っても聞かなかったのにたった一瞬の出来事で手を挙げてしまったからってことか私はそれから断るごとに手を挙げるようになってしまったあーそういうことかパシンでビンタしちゃってもうギャンギャン泣いちゃったね言うことを聞き出しちゃっ だからとりあえずペンって叩けば収まってくれるからもう手を挙げることしかできなかったとああちょ悪循環よ悪循環一番ダメられえなまあでもそうやなお父さんが働いてて言ってる中ギャン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 泣かれてさちょっとテンパってる状態でそういうことをやられちゃったら まあ仕方ないっていうのもあるのかね。おいガチャポンのせいで取れねえじゃん。取れなくなったっちゃっちゃっちゃ。どうすりゃいいんだ。このガチャポン何に使うの絶対いらなくないここすごい光ってたからちょっと置いてみよう。妖精 <laughs> すごいめっちゃわかりやすい塩田もおいで。全員集合だ。いくらみたいになってるね。いえいえへいはまちいって。ここの鍵なんだろうトイレの鍵ってさでも下だよな。1階の鍵で上がっちゃったから元に戻ることってできないのえ こ,こっち行ってみる。うわ、うわちょっとごめんなさい。本当にごめんなさい。パパパパパパ,パ。白ブリイク治ってねえじゃねえかよ。ちょっと待って、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 お兄さん。はい、ラッスン、これだってないんですの。あー、意味わからんから、お父さんに当たっちゃったよ。ラッスン、ごれらいってね。あー、これもだめじゃん。え、どうすんの、これ。死んじゃう、死んじゃう。これ死んじゃうよ、これ。また暴力狂われる。降りたら、上がってこれなくなる。それでもいいから。頼む。 休憩場所がない今読む場合じゃないだろそれはちょっと読む6でおいいやじゃあシロブリーフお父さんもちょっと無視するけどちょ読むはこの状況の中まーちゃんはー、あ、ちゃんえまー、あ、ちゃんはー、あ、ちゃんで会ってたんかい僕が言ってたのことを呼ぶと来る私の子供たちかわいくて仕方がないいやおとがもうそわそわしてて読めない <laughs> 私はあれ以来母に電話することもなくなっていたもう帰ってくれお父さん私一人でも育てられると 感じられるようになっていた今日は久しぶりに家族4人でピクニック彼もなんとか仕事にりをつけてくれた手とも天気のいい昼下がりそんな時静寂を破るようなピリリリリリ,リという音彼の携帯だった彼が慌てて電話に出る仕事の電話だ と言って少し離れる彼うわった出た出た出た,出た来たこれうわ現場ですよ離れたところでなんとなく済ませる私こんなとこまで電話してくるなよ家族で出かけるって言っただろ小さい声でも少し聞こえるこもった声分わかったって帰ったらね後輩だろうか電話聞く限り仕事のことだと思ったでも最後に彼ははっきりと愛してるよと言って 電話を切った浮気現場のですね彼れ完全にダメな男らおいお前に言ってんだよ今白ブリーフてめえ追っかけてくるさ夫おめえだよおい今これやったらこれどうすんのまた来るでしょお前浮気男がよくわじゃねえかお前しないだと思ったらふざけやがってどうすりゃいいなあいつ ねえねえ、クランクが必要な気がけあそこで大丈夫なんだあーよかったよかったでも回復できてはないなー最悪だよあいつ何しに来たんだよーえこっちじゃあ行くべきじゃなかったのああでも降りたら上がって来れなくなっちゃうえー、どうしようおお,お音が聞こえるで、さっきの手紙でしょ ははははいはいはい、はいちょっとでも分かりやすいね典型的なそういう感じのねえところが目立ってるお父さん悪いお父さんだなあ,あトイレの鍵ってこれでいいのかな今開けたけどんトイレの鍵はい来たえクレスト B なんですかこれ <laughs> クレクレスト B わけわかんない玉ゲットしたけどあ下に戻ってこれたよ一周回ってうん あ、ではない。新しいところか。苔が入ってんな。ここにクレストビューアー出た。なに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 。今度はなに。生ハゲだ。 ちょ違う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 予想してたらちう新しい人物はお父さんこれはちょっと万事休きすかもしれんああ、静寂なところやめてまた違うところだああ回復してる癒しくじゃくいや,いや広いんじゃ旅館が今度はなまはげでてきたこっち進んでわあ、下はいけるいや広いな迷うはめっちゃどこ行けばいいんだろう また生ハゲおじさんとか出てこないあ奥行ったことないところだねあおちお父さんさここ行ったよなまた出たこれなんだあ,あ鍵通貨倉骨あ一回戻ってきたなこれガチャポンのやつでしょいくらどんいくらどんからここは行ったことあると一瞬戻ってきたそれとも僕が生ハゲにビビってさ違うところ来ちゃったのかなそういうことここ見てないあ見たか最初のところか ぞう倉庫ぞう庫つどこ倉うこどこ行けゃいいのうわあびっくりしたやめてよあまた出たこれあれだああはあちゃん急に出てきたねはあちゃん久しぶりのはあちゃんもう、ちょっと寂しかったところあったからよかったよあーこっちねはあちゃんさ。あくいですねいってなんだおまーちゃんだーまーちゃんとはあちゃんちょっと似たいきつないそれあ違うだよねうわにたいるにたいるどっちかやんないといけないのかわきた はい、一いであい次来くるよ次来くるよ来るところのはいまー、あ、ちゃんまー、あ、ちゃん来たまー、あ、ちゃんとはーちゃん双子ね似てるーもうどっちがどっちだかわからないっななこっちがはーちゃんなのかなこっちがはーちゃんなのかなどっちがはーちゃんなんだろうねあエクステよ、うん、しよしよしよエクステがはーちゃんあいはーちゃん消えたはーちゃん消えて次まー、あ、ちゃんまー、あ、ちゃんあと一回だよまー、あ、ちゃんの屈指運動。あ こっちがまーちゃんかな顔見上げてるのがはーちゃんっぽいよねえ生ハゲとかはさ退治できないのかなこれでいや尋常じゃない早さで来るから無理なんだろうなとりあえずトイレの鍵か下行けばいいのねでもさ下行こうと思ってんだけどここのところのクランクが必要ないよだからクランクを探してトイレの鍵行ってまた物語進めなきゃいけないんだろうね生ハゲーゲーあ米だわらだー米だわら妖怪こんにちはどうも はい、ここねこれ絶対あるでしょな。なかったら何しに来たのっていう話の中ですよね。お布団ん。あっおふが必要えー、そんなことよりもおふ垂らした方がいいんじゃないいやなんもないんだ。あっそっとこういったところや。あっいったところ。あクランクあったクランクと。 お手紙さっきのお手がが6だなら次続きだやった家に戻ってからもあの声が頭から離れなかった仕事だと思っていたのはすべて嘘だったのだろうかあの電話も毎日の残業もああそういうことかちょっと不審になっちゃうよね浮気現場とか目撃したらすべてが疑わしく思えて彼を信用できなくなってきた意を決して浮気の証拠を探すと面白いほどに出てきたえー、そんなー単純なお父さんだったらあのしろブリーフお父さんなぜ今まで気づかなかったんだろう 以降も考えたでも私は専業主婦彼と別れたところで2人の子供を連れて生活できるほど世の中甘くないことを知っている最初は悲しかった浮気もだんだん憎悪の気持ちへと変わっていったとあーお父さん が全面的にこれはねねよよろしくないよ、ね、きっとはあちゃんもさ可愛かったからさお母さんもすごい美人なのにお父さん何やってんだよくわ持ちやがら畑仕事してんのかなついに生ハゲも出てきちゃったからね勢揃いだよあ出てきそうだなクラクゲットしたらなんかちょっといやお父さん来そうだけどあ,あ怖いちょっと怖いようわ来きた ここであクランクスロットではないああ来た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 こっち行けるえ待ってその遅いなすごく遅い前にさ来るんじゃないのかなって思うんよね私生ハゲが 生ハゲがすごい来る気がするんだけれどもそんなことはよしこちゃんで私は先に進んでいいのかなってシカ絶対出てくるじゃんここも開けとこうとりあえずははい、早いなこれは急に早いなな7その強弱あ、ここもクランクいけるやいや、いっぱい使うめっちゃいっぱい使うここ行ったことないどこだここまだ違うところなのか開いたらあ、えー、なにこの子どー <laughs> ベイビーだベイビーあ、ベイビーハロー いや、<laughs> 気軽だな <laughs> 気軽に話しかけてきたな僕はこの家の家族に助けられたことがあるんだエマーパークに行ったときお父さんとトイレに行ったんだけど先にトイレから出てお父さんがいなくて「いや誰この子夜だったから暗くて怖くて泣いて歩いていたそしたら二子の女の子が「どうしたの?」って声かけてくれて女の子のお母さんが「大丈夫よ」。 女の子のお父さんが僕のお父さんとお母さんいや複雑構成してくれる場所をすぐに見つけてくれて連れて行ってくれたんだあなるほどねこの子のお母さんとお父さんに出会えたってことねあのデパートの地下とかにあるさアナウンスよなんとかさんがお呼びですみたいな感じでハーちゃんまーちゃんが連れててくれたとそれでもそこに知らない大人の人しかいなくてご安ん泣いてんいたらん緒に待ってくれるって言ってくれて 二人の女の子と一緒に遊びに行ったらすぐにお父さんとお母さんが来てくれて嬉しかったんだだから僕はこの家の家族が大好きなんだよっていういてもあれだぞお前ここに住み着くたらいいっていうわけではないんだぞそれでこの家族を助けたいんだけど手伝ってくれるあのね僕ガチャポン6個持ってきたんだけど全部なくしちゃってあれかお前どうだったのかよ全部見つけて持ってきてくれたらこの家族を助けることができるからお願いねいや置いてきた最悪えこの子にあげればいいの分かったじゃ 持ってくるけどさ、スリッパー、あ、スリッパーのところって一番最初のところじゃん。で、トイレの鍵、ここだよね、確か。いや、置くな。一番重要だぞ、それ。えー、鍵ゲットして。これ、うわ、マックス、う、あ、文章一、一番最初やんけ。はい、最後まで動画を見てくれて、ありがとうございます。 この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますチャンネル登録のやり方はパソコンの人は右のボタンから携帯の人はね概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてくださいそしてねツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいですそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ